よし、気をつけていってらっしゃい。サクさん、おはよう。タイガーお茶店ありがとう。ありがとうちゃん。まあまあみんな別にね、何の話をするわけじゃないから。うん。ちょっと待って、俺水だけもうこ焼酎に切り替えるからさ、水だけ今取ってくる。よっ、おい。よいやいや、ももちゃん聞いてるよ俺の。うん、で、坊ちゃんの放送行ったら、で、俺ロムってたんだけど、うかつにもコメント打っちまったから、はい、続きは佐野枠でって言われて、おーっと俺かいって思って、今日まだ酔ってなかったみたいよ。うん、さっき言ってたじゃん、途中で一回寝たとか言って。もともそんなガブガブ飲まねえもん。俺だから寝てたからっつってんじゃん。夜中ね、兵庫とさ、大阪と京都でよく知事が出てくるじゃん、ニュースで。だから、ああ、京都の知事はこのおっちゃんなんだと思って。なるほどね。そういやさ、昨日じゃね、一昨日の放送なんかで言ってたけど、大阪の吉村は元政治がさ、京都のを治めてた政府がさ、入り口の間口の広さで税金かけてたから、極力間口だけ狭くして、うなぎの寝床みたいにして奥広くしてたからな。生八つ橋、何が好き？俺はね、抹茶と日記。うん、意外と日記とね、あんこも合うんだよ。まあ、抹茶は定番だな。
そうよ、俺だって中学校の時京都、奈良京都の修学旅行行ってやっぱ買って帰ったもん俺。うん。ただあれ、持ちが悪いんだよな、あれな。今もう真空パックのであったけど、俺らガキの頃の時代は、真空パックねえんだよ、あれ。なんかこの間傍若言ってたじゃねえかよ、俺ロムって聞いてたけど。私も、なんか、そのうち、15時間も入れるぐらいだから、そんなんだったら、どこでも出かけるんだったら行けそうなんだけど、とか。東京なんか、往復3時間でしょ、とか言って。あと12時間遊べるじゃん、みたいな。うん。この野郎、俺覚えてるかな？東京で誰か会いてえやついんのかよ、この野郎。かりんとまんじゅうにハマってる？ああ、そう。今、あれが、わらび餅、ほら、あれが流行ってんじゃん。賞味期限10分っていうやつ。知ってる？京都で。どこだっけな。賞味期限10分。あれもネタだけどな。そうそう。あるよな。ここ多分、俺んとこに来る人だったら、ああ、あるよっていう、知ってるよって。だから、持ち帰りはできないんだよ。知らない。京都わらび餅で検索すれば出る。タリちゃんいらっしゃい。店売りでしかやってねえと思うよ、そこは。うん。くず粉が相当純粋混ぜ物のないやつ使ってるから、うん。で、何も、なんだろう。そのまんまで出してるから、ああ、ググってみ。せんべいも、まあまあ、俺にばあちゃん、せんべいの話はダメだよ。せいぜい、俺が食えるのは、銚子電鉄の濡れせんべいぐらいしか食えねえから。ああ。賞味期限10分、スペース、わらび餅で、検索してみ。絶対京都で出てくると思うよ。タフマンいらっしゃい。バイス。いや、モンブランじゃないよ。わらび餅。でもよ、坊よ、俺がほら、おはぎ買うとこあんだろ？おめえがまたおはぎ。いや、腐んないんだけど、違うんだよ。店のその10分っていうのは一番いい状態で食べてもらいたいから、あえて10分なんだよ。うん。なあ、あそこのおはぎの、あそこの、わらび餅もうまいんだよ、あれ。坊ちゃん、あんこあんまり食わねえんだろ。なあ。確か。俺意外とあんこは食うんだよ。南山タワー？傍若が TikTok でバズってるみたいですね。
あ、それは TikTok で小遣い稼ぎしたいやつ。これね、YouTuber と一緒なんだよ。人の自分にネタがないから、ね、何かやらかしたやつのを自分で、ね、使って金稼いでるだけだから。そういうことよ。そいつに何の能力もない。唯一編集能力があるだけ。佐野さんの食べるおはぎとか高そう。高くないよな、あそこな。だから、こないだも言ったやかよ。なあ。おはぎは、おはぎのお米はね、もち米を、臼でつくんだけど、半殺しっていう言葉は、もち米を米びつでつくので、言われてんのよ。半殺し。お米を餅みたくはしないの。半分粒が残るようにすっから半殺しなの。